みなさん、こんにちは。1分レッスンにようこそ、ヴァネーサです。今日も私と一緒に新しい表現学びましょう。今日は、j'ai la flemme という表現ご紹介します。j'ai la flemme。j'ai la flemme。J'ai la flemme。 直訳すると、私はぐうたらを持っています。La flemme はぐうたらなこと。何もしたくないことという名詞です。Avoir la flemme。 ぐうたらを持っている。今何もしたくない。だらだらしたいという意味なので、J'ai la flemme 全体で、私は何もしたくない、めんどくさいという意味になります。On va au sport? J'ai la flemmeTu as fait tes devoirs? Tu as eu la flemme? C'est la cuisine? Elle a la flemme. わかりましたか?家族や友達と使ってみてくださいね。それでは次回のレッスンでお会いしましょうね。またね。ありがとう。